今回世界選手権の、モト3クラスにパラレーシングから参戦できることになってすごく嬉しい反面、厳しい戦いをするんだなっていうのを今回井形さんとお話をさせていただいてアドバイスをいただいてちょっと改めて実感したところはあるんですけど、やっぱ井形さんもおっしゃってたようにチェッカーを受けることは大前提で、少しでも世界選手権のライダーとバトルをして全力でベストを尽くして全てのセッションで自己ベストを更新できるように頑張りますので、ぜひ茂木に応援に来てください。よろしくお願いします。